はい、どうもこんにちは。ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ、今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして、今回巻いていくのが、ヒゲナガカワトビゲラのアダルトです。ボリュームがあり、アピール力が高く、大型の渓流魚からも好まれるパターンですので、早速巻いていきたいと思います。それではヒゲナガカワトビゲラアダルトのマテリアルを紹介します。フックは TMC100、 サイズは8番、スレッドはユニスレッド60、カラーはライトケイヒル、ハックルはコックネックのカラーはグリズリー、ダビング材にはフライライトのカラーはゴールデンアンバー、アンダーウィングには CDC、 トップウィングにはディアヘアのカラーはブリーチドを使用します。それではまずシャンク全体にスレッドで下巻きをします。下巻きができましたら余ったスレッドをカットします。次にハックルを取り付けます。そしてダビングをしていきます。アイの手前までダビングをしたら、次はハックリングをしていきます。スレッドで固定していきます。
定ができましたら、余ったハックルをカットします。次にハックルの上側をカットしていきます。次に CDC を取り付けていきます。CDC が固定できましたら、余った CDC をカットします。次にディアヘアを取り付けていきます。最初は弱く、徐々に強く締め込んでいきます。ディアヘアが固定できましたら、余ったディアヘアをカットしていきます。そしてウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをしていきます。余ったスレッドをカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ヒゲナガカワトビゲラのアダルトを巻いてみました。このフライはヒゲナガのイブニングライズの時に実績抜群のパターンになります。またそれ以外にも浮力に優れていますので、流れの速い場所での使用にも使い勝手がいいかと思います。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ナルトチャンネル、これからも応援しているようだとか、フライタイムがしたくなってきた、今度の調校が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。